どうもみなさん、はい、どうもおすと、もちです。はい、ということですね、はい、皆さん、夏祭り行ったことありますか？ありがとうございます。そこでですね、トルコアイス、はい、見たことありますでしょうか？はい、あります、あります。あの、はい、おじさんがこう、そう、おじさんめっちゃうざいやつ、そう、なんで伸びんだみたいな。もうスーパーカップだったらもうボギって行っちゃうんじゃないかぐらいね。ちょっと悔しいじゃないですか。悔しい。作り方が分からんと。ああ、まあ確かに。なんでちょっと僕たちで作ってトルコアイスをトルコ人に勝利していこうかなと。ああ、そういう系の。ということで、いつも通りのチーム分けで作ってそれぞれ食べていきたいと思います。はい、はい、というわけで今回はトルコ人に勝っていきましょう。はい、ではですね、こちらのチームはですね、何を使っていくんだいということですけれども、エンジェルスーパーカード長いもん、ラスト、納豆ということで使っていきたいと思います。まずね、納豆ちゃん、納豆ちゃんをこうぐるぐるしちゃいの、ネバネバをね、このトルコアイスのあのビヨーンに応用できないかというまあこの長芋もしっかりこれをね、すりおろして、そしてネバネバを吸収して、このエンジェルスーパーカップが果たして伸びてくれるのかと。まあ伸びるんですよもう確信なのに。マスコ、僕はですね、納豆を混ぜていきたいと思います。見てください、これネバネバーってことでね、このネバネバーを入れるんですよ、こうやって。くせえ、もうすごいでしょ、もうすごいよ、もうトルコアイス。納豆入れる、納豆入れちゃってよくね。納豆を吸い潰す地獄のような感じ大丈夫だよ、ほら入れられないちょっとはい、ちょっと終わったよ、もう。お、伸びてるよ、アイスすごいアイス伸びてる。さっきすりおろした長芋をそのまま入れていきたいと思います。はい、くぶしゃーっつって入ったんで、ま、納豆をこう吸い潰すから豆乳、皿のあれ考えるよ。待って待って待って、どうも親戚チームです。どうも、まあ、僕はトルコアイスを過去ヒカキンさんとかマスオさんかなが誰かが納豆を使ってトルコアイスを作ったっていう動画を見たことがあるんですよ。でね、だそれだとちょっとしょうもないなと思って被っちゃうし、だからその起点を聞かしたねるねるねるねっていうだそれをもうシンプルにできたねるねるねるねをこうスーパーカップに混ぜ合わせて、まあ、スーパーカップごとねるねるさせようと。え、作ってから融合させるんですか？俺はそれがいいと思います。よし、作りましょう。え、3番は使わないんでね。やっぱ納豆とか使うと味がさ、そうだね、ちょっとなんかその点ね、ねるねるねるねは一応美味しいんで、そのトルコアイス風になるかどうかは別としてまずくはならないと思う。いや、めっちゃ多いよ。いや、やっぱねるねる成分がある分にはね、問題ないから、何の問題も。トルコアイスの取る部分ができたんで、ここに粉を入れていきます。アイスだけどね、これは。あっお、でもおお、でも量的に意外とベストじゃない、ちょうどいいかもしれないな。でもこうです。でもうわ混ぜる混ぜるほどなんかなくなってない？これアイスが溶けてるからいけないんで、あー、冷凍庫に入れて、うん、まあ固まらせるわけ。でもねるねる成分が入ってるから、うん、完璧には固まらないじゃん。おーってところでこう絶妙な伸び加減がね、期待できます。確かに。ちょっと味見しよう。じゃあトルコアイスいただきます。いただきます。癖の強いヨーグルト。あー、完成しました。イエーイ、自信のある方からいきましょう。じゃあ僕たちで、はい、はい、キンキンに冷えてやがる僕たちはね、かなり安直に想像いたしました。一つ目、納豆でございます。出たよ、もうまずい確定だからね。そのいや、でもこれ納豆のネバだけ入ってるんですよ納豆のネバだけで、あともう一つあって、うん、山芋なんですね、これ。出ました、出ました。以上、おー、なんて、おー、うおー、ちょっと混ぜましょう。じゃあ、そうね、はい、おお、まあ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 
まあ お味の方ね、匂いは別にそんな変じゃない、うん、おーすごいじゃん、めっちゃ伸びてすごいじゃん。いってくださいよ、いきまーす。いただいていいですか。やばいやばいやばい、いけいけ、もうその量いけ、その量いけ、オーケーイ。ああ、美味しいか美味しくないかで言ったら美味しくない。冷たいシャリシャリしてる納豆。最悪だ。バニラアイス感もなくない？そうそうそう、少なっ。まずすぎる。あ、でもピーナッツみたいなのするべ。何があるよ。ピーナッツ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 あれするっしょ。ピーナッツせん。いいですか、はい、使ったものはですね、もう簡単です。ねるねるねるねを使いました。おーおー、それだけです。味見もしました。おーおー、その納豆や山芋よりははるかに美味しいです。おーおー、いきますよ。はい。あー、いや、まだあるまだある、ほら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 。あー、でも奥のやつが強い。味がね、大事なんで、ちょっと食べていただいて。はい。なんこれ。そんな行く？結構行くね。でもまずくはないでしょ。酸っぱい、なんか生クリームを食べてるみたい。では伸びポイント、味ポイントで全員せーので、まあ、それぞれ5点満点中でポイントを言って、40点満点中でどっちの方が良かったかっていう、分かりました？意味。はい、はい、じゃあまずはミレニアムチームの味の5点満点中点数を、せーの、2点。おお。ではミレニアムチームの伸びポイントの点数を発表してください。せーの、4。おお、18点、23点ですね。おお、はい、まあ、なかなか高得点じゃない。まあまあまあ。じゃあ続いて新世紀チームの味の評価、せーの、4点。おお、伸びポイントちょっとな、伸び不安だな。いきます、伸びポイント、せーの、2円。あー、8 14足す8 22。こっちだー。